佐藤あやみです。今回はですね、じゃーん、マックのクリスマスコフレを開封したいと思います。イエーイ。先日ですね、マックのクリスマスコフレのイベントに招待いただいて、参加したんですけども、その時にいただいたものなんですけども、これもクリスマスコフレで発売されているものなので、こちらを皆様にいち早くご紹介できればなと思います。まあ、いち早くって言ってもね、結構出遅れてしまった感もあるんですけども、はい、でもすごい可愛い内容になってるので見ていただきたいなと思います。では早速スタート、中身出したいと思います。じゃーん、ラッキースターズレトロマットキットのレッドというものでございます。レトロマットリキッドリップカラーが3つ入っているものになっております。もうね、見るからにこのキラキラ感がねすごく可愛いんですけども、今回ねこう星がすごいねイメージされているようなクリスマスコフレになっていて、全体的に星のデザインがすごい多かった。開けてみるとこんな感じでポーチが入っています。はい、オレンジベースのポーチですね。なんかオレンジっていうかこういう感じのギラギラ、めちゃ可愛い。はい、でここの横には星のチャームっていうのかながついていますね。ここにはマックマックマックって書いてある。これ普段使いやったら筆箱とかに使えそうじゃない、なんかペンケースみたいなもちろんリップも入れてもいいんやけど、なんかペンケースとかちょうど良さそう。タラララララララタラララタラララララ可愛いわ。こちらの3本が入っていました。パッと見た感じはイエベの私でも似合いそうだなっていう印象ですね。使いやすそうだなと。こちら1本ずつ実際塗りながら、まあ、色味とか手に出しながらご紹介していきたいと思います。レトロマットリキッドリップカラーのハイドラマというものでございます。おお、すごいすごいね。ミニリップなのでこれは使いやすそうですね。はい、こんな感じ、紫っぽいような色ですね。ラメとかは特に入ってなくて、シンプルな紫色のマットリップかなと思います。あ、結構紫ですね。もう真紫と言っていいぐらいの真っ暗しい色味ですね。やっぱマックってこういう風な、なんだろう、大胆なカラーというかそういうのが多いイメージなので、かわいい。なんかクリスマスとかさ、イベントごとの時にこういうのをさ塗るのもありだよね。いつもとね違うようなメイクができて楽しいのかなと思います。かわいい、見た目もかわいい。やっぱパッケージにも星がね書いてあってすごいかわいいなと思います。テクスチャーは手に出した感じだと結構ツヤ感があるなという印象ではあったんですけど、多分ねこれ塗りたてだからツヤ感があって、多分それを塗り伸ばしたりとか指で塗り伸ばしたり、まあ、ペタペタって塗ってから一時放置すると乾くようなタイプなのかなとは思います。実際塗ってみないと分かんないので、実際に唇にのせていきたいと思います。すごいですね。やっぱ発色が良くて、もう真紫で、これはねコスプレメイクとかだったり、あとはもう本当にねそういうド派手なパーティーとかに使うような感じな気がする。まあ私が塗りすぎたっていうのもあるかもしれないんですけど、本当にねザ紫なので、少量伸ばしてもこの色味、結構ダークみのある紫で、なんかすごいすごいです。でもなんかこういうのさ普段絶対使わないというか、私使わない色味なのですごく今新鮮ですね。新鮮な気持ちになっている。本当にマットになってくれて、唇に定着してくれるような感じだからね、どんだけ唇をこう動かしてもなんか取れにくそうな感じはしますね。初めて塗ってみたのでちょっと失敗しちゃったというか変な感じなんですけども、うん、でもこんな感じ、色味はこんな感じ。いやーすごい、これは使うの難しそうだな。結構高級者向けじゃない、上級者向けですね。クリスマスコフレとかってさ、自分が本来っていうか普段使わない色味にさチャレンジできたりとかするので楽しいかなと思います。そして次こちらですね、レトロマットリキッドリップカラーのパーティーウィズザスターズというものでございます。はい、こちらはねすごいもうなんだろう、メタルな感じのカラーになっております。こんな感じで赤っぽいような色味にすごいね光沢があるんですよ。こんな感じです。わー、キラキラしてるの分かりますか。めっちゃキラキラ、ツヤツヤキラキラ。でもこれ色味自体はすごい使いやすそうなので、これもね薄く塗れば全然クリスマスとかねそういう日に限らず、まあ、普段ちょっと気分変えたいなぐらいの時でも使えるのかなと思います。めっちゃ色味可愛いんだけど、これやばい。じゃあ、これはねさっき学んだのでポンポンポンってのせて、ちゃんちゃん
ちょんちょんちょん、こういうふうにちょんちょんちょんって乗せてから指でぼかしていきたいと思います。塗ってみた感じはこんな感じです。結構ね、光沢があるというか艶めきがある唇を演出してくれるかなと思うんですけど、なんか思った以上にそんな派手すぎず使いやすい。本当にこれはね、日常使い全然使えると思う。トン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 で乗せて指でぼかしただけなんですけど、それでねこんだけ綺麗に発色してくれるので、もうちょっとトントンとかトントンぐらいでいいかもしれない。めちゃくちゃ輝いてる、唇がキラキラキラって。でもなんかなんだろう、まあ確かに見れば メタリックだし派手な感じもあるんだけど、でもあれちょっとこの人なんか唇おしゃれだなって思うようなぐらいの、こうなんだろう、派手すぎないちょうどいいような感じで、結構控えめに塗ったからとは思うんですけど、でもねこれをねまたベタ塗りするともっとピカッとね派手にできたりとか、すごい調整して使いやすいのかなとは思います。次、最後こちらですね。こちらのレトロマットリキッドリップカラーのダンスウィズミーでございます。これは圧倒的に普段使いできるようなものかなと思うんですけれども、はい、こんな感じの色味ですね。じゃあこちら実際に手に出していきたいと思います。でこのチップもね、ほんと塗りやすさがあって、細めな部分もありつつ太めな部分もあるので、こう調整しやすい、こう描きやすい、ほら細かいところも描きやすいのかなと思います。はい、色味こんな感じ。赤ですね、これは紫と赤が混ざったような色、プラムみたいな感じの色ですね。でこれもちょんちょん塗りでいきますね。ちゃん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 、はい、塗ってみました。なんか手に出した感じと、あとねこのパッと見た感じの色味だと結構ねイエベ寄りなカラーなのかなとは思ってたんですけど、全然違いましたね。結構ブルベなカラーですね。うん、紫色っぽいよな、なんか青みピンクに紫混ざったような感じかもしれない。どっちかというとなんかそんな感じの色味かなって思いました。でもね割と使いやすい方、もうザ青みピンクではなくてなんかパープルっぽいような色とかちょっと深みがかったような色なので、まだ使いやすいのかなとは思います。一つ感じたことは、やっぱりマットリップなのでどうしても乾燥しがちですね。なので下に下地を塗ったりとかするとよりね保湿しつつちゃんとこう発色させて定着させてっていう感じでいい感じに塗れると思います。下地塗った方がいいかもしれない。ちょっとね縦じわができる気がする。色味自体はねすっごく可愛くて、なんか私は普段あんまり使わないような色なんですけど、でもねこういう色だったら全然使ってみようかなと思える。クリスマスとかもだし、イベントごとの時とか自分の雰囲気変えたかったりとかメイク変えたかったりとか、普段使わない色を使いたいと思うじゃないですか。だからそういう時にすごいぴったりな使いやすい色なのかなと思いました。まあ、もちろんこういう色味がねすごい好きな方とか似合う方とかにはもうめちゃくちゃいいと思います。やっぱり定着力すごいし、香りもいいし、塗り心地というか塗りやすさもあるし、グラデーションもしやすいし、まあそういう風なね面で見るとすごくこのリップは優秀だなと思います。やっぱりねマットリップってどうしてもこう厚塗り感が出ちゃったりとか、もう塗ってますみたいな感じになるじゃないですか唇が。でもこれは唇に染み込んでくれるような感じで、こう本来の唇に着色されるような感覚があります。なのでマットリップとか探してる方とかはすごくおすすめのアイテムです。はい、というわけで今回は MAC のクリスマスコフレをご紹介しました。いかがだったでしょうか。本当にね3つとも普段使わないような色味なので、もうねなんか楽しかった、塗ってて楽しかったし、なんかこういうのを使ってみるのもありなのかなっていう新しい発見もあったりとか。でもねやっぱ一番最初の紫はやっぱ派手すぎるから、ミックスして色をちょっと混ぜて使ってみたりとかするのありなのかなと思います。でこのマットリップ自体はすごくね優秀なリップかなと思うので、皆様気になった方はぜひ MAC でチェックしてみてほしいなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとかチェックしてみようかなと思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。